とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日もですねゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はですね、新しく使えるようになりましたゼルダを使っていこうと思います。ゼルダはですね、テクニックタイプだね。テクニックタイプ、なかなか癖が強いやつで、慣れるまでにちょっと時間がかかると思うんですけども、まあとりあえず行ってみましょう。では行きますね。ゼルダはほんとね、癖が強いよね。うん、癖が強いわー。ほんと慣れるまでにね、ほんとこれは時間がかかるキャラだと思います。まあ慣れてしまえばどうなんだろう、ちょっとはマシになるのかな、ちょっとわかんないですけどね。今使った感じではなかなか難しい。おっしゃ、いけ、なかなかね最初使った時わかんなかったんですよ、使い方が。おお、これどうしたらいいんだっていう感じで難しかったんだけども、ちょっと分かってきた。結構この爆弾をねよく使っていかなきゃいけないんだよね。はい、うん、まあそれにしてもまだ攻撃力は低いね。うん、よし、いけ、ドン、よっしゃー、なんとか倒していく感じだ。うん、でも一応俺の難易度はベリーハードでやってます。ベリーハードはノーマルの敵のね HP が 1.5 倍ぐらい、うん、HP はそんな高くないです。ただ攻撃力が結構あんのよね。攻撃力がね結構高いで、ちょっと強めなんで注意した方がいいかな。よっしゃー、しゃー、攻撃力ノーマルの3倍ぐらいあるんで、そこだけ注意だね。いけー、ゼルダがねまだね攻撃方法が結構ないのよね。結構攻撃方法がないので、多分本編始まってからが本気なんじゃない。うん、まだ3段階までしか攻撃ができてないので、これもうちょっと攻撃方法が増えれば強いと思う。いっけ、オッケー、うん、まあ、とにかく爆弾が強い、うん、ゼルダは。爆弾が強いので、あっぶねー。爆弾を多めに使っていけばいいですかね。はい、の、あ、登れなかった。よし、登るよー。いけ。よし、倒した。いったね。まあ、ここのステージ、タル爆弾が結構置いてあるので、簡単ではあるんですけどね。はい。リザルフォスエリアに入った。もう倒しとけ。あ爆弾でもね結構ベリーハードになるとダメージ食らうんすよ。要注意、ほんとベリーハードの爆弾は要注意です。よし、いけ、じゃあ、でも倒しきれはしないだろうな。HP が若干高めなので倒しきれはしませんけども、いいダメージを与えた。まだか。あ、いたいたいた。はい、あ、簡単だったな。いい感じに最後一発食らわせましたね。まあゼルダはちょっと練習が必要ですね。テクニックタイプ難しいですね。はい、それでは今日はですねゼルダを使ってみましたけども、
まだまだちょっと使いこなせてない感じだよね。まあ発売日までもう少しありますので、しっかりとね練習をして発売日を迎えたいと思います。はい、それではチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そういや